はい、皆さんこんにちはでございます。今回やっていくのは PC ゲーム、フリーゲームですね、積み木プラネットというゲームをやっていきましょう。まあどういうゲームかっていうのもちょっとよく分かってないんですけど、はい、とても切ない感じという話だけは聞いております。で、まあとても短いゲームみたいなので、まあ夏の最後にね、しみじみとできたらなと思います。では初めからやっていきましょう。どうなんだろう、バラですかね。音がいいね。はい、読んでいきます。僕がここにいること君はきっと知らない。君がどこにいるのか僕も知らない。そもそも君がここに存在するかどうか僕は知らない。君はどこにいるの？花畑に咲いたいっぱいのお花の中、その中に僕はいる。ん？どういうことだ？もしかしたら君にもいるかもしれない。君もいるかもしれない。いつか見つけてもらえるように。僕は精一杯綺麗な花を咲かせて待っている。ちょっと詩人なのかな、この子は。君とやっと出会える日のために。まあ、中二病かな、ちょっとな。俺もそういう、こういう時あったから。うん、大丈夫、大丈夫。いずれ分かっていく。社会にも生まれていったら。あら、かわいい。そこには開けっぱなしの窓と月夜に照らされた静かな病室と僕だけの世界。僕はもう長くない。死ぬんだ。お医者さんもそう言っていた。お母さんもお父さんもそう言っていた。僕はもう長くは生きられないんだって。もう僕は世界に消されてしまうんだ。思えばいつも楽しくなかった。朝目が覚めて学校へ行って授業を受けて帰って寝て、その繰り返し。俺もね、こんなとありましたよいつも一人だった。僕の人生なんて終わってしまっても誰も悲しまないかもしれないね。もしかしたらどうでもいいものだったのかもしれない。すごい病んでるな。頑張れよ。こんな人生に何の意味があったんだろうか。僕は何かを残せただろうか。終わりなの？ふと窓の外から声がした。ん？終わりなんだ。どういうこと？あ、かわいい。え？気がつくと窓辺に一人の女の子が立っている。月明かりをなんでたぎった少女は満面の笑みで僕を見ていた。かわいいね。月見ちゃん、どうしたの？寝たきりなの？死んじゃうの？もう君は死んでしまう。ちょっとストレートすぎない？ちょっとそんな笑顔で言われたら。その言葉にハッとする。まるで心の中を覗かれたような、そんな言葉。彼女は一体何者なんだろう。というかそもそも窓から侵入してきたのだ。確かにね。どうやってこの高さまで登ってきたのだろう。僕は夢でも見ているのだろうか。そうだ、きっともうすぐ死んでしまうから変なものを見たりするんだ。これはきっと幻覚だ。僕は不安のあまり頭がおかしくなってしまったんだ。おかしくなってないよはい。え、僕は一言も喋っていないのに。幻覚なんかじゃないよ。宇太郎くん、あ、自分のことは宇太郎って言うんだね。宇太郎くんの頭はおかしくなっていないよ。きっと偶然だろう。君の願いを教えて。僕なら何だってかね。僕っ子なんだね。かわいいね。君の死が訪れる前。嘘じゃないよ。お金持ちになりたい。あ、選べるんだ。これは何？キーボードじゃなくてマウスか。何でも叶えてくれるの？僕は月見。月から来た宇宙人だよ。君の最後の願いを一つだけ叶えにここまでやってきたんだ。宇太郎くん、君のために。君の願いはお金持ちになることです。なんだ、生き延びたいんじゃない？やっぱりいいよ。いいの？叶えてあげる。宇太郎くん、目を閉じて。え？
そんなのできるの？僕は言われるがまま、言われるがまま目を閉じた。しばらくして僕のおでこに柔らかくて温かいものが一瞬触れたような気がした。キスしたのかな。おー、羨ましい。あれ、いなくなってる。目を開けるとそこにはもう月見ちゃんはいなかった。そこには開けっぱなしの窓と月夜に照らされた静かな病室と取り残された僕だけの世界。月に帰ってしまったのだろうか、それとも本当に僕の幻覚だったのだろうか。僕はそんなことを考えながら布団に入った。ほんの一瞬だったけど、たった一晩だったけど嬉しかった。君がいてくれてよかったよ。ありがとう月見ちゃん。切ないな。ごめんなさい、ごめんなさい。僕は、僕は本当はごめんね。君の願い事は叶えてあげられないんだ。僕は普通の女の子だから、宇宙人じゃないから。だからごめんなさい。さようなら宇太郎くん。どういうこと？胸が苦しいよ。ずっと君を見ていた。そうなの？この病院に君が入院してきた時から話しかけたかったけどできなかった。僕はそんな勇気を持っていなかったんだから。時が経つにつれて弱っていく君を見ていた。元気がなくなっていく君を見ていた。余命宣告をされた君を見ていた。僕は退院した後も君のために病院に来た。話したこともない君のために、話すこともできないのに、育児なしなのに、君のこと何も知らないのに、君が死んでしまう。涙が出た。これは恋だ、きっと恋だった。ごめんなさい。何もできない僕を許してほしい。トゥルーエンド、先に行くね。どういうこと？好きだったんだけど自殺したってことかな。うわー、なんだこのもやっとした感じで終わるの。はい、ということでクリアしました。多分あの分岐点で多分またエンディングが変わっていくんでしょうが、そこは皆さんまたプレイしてみて楽しんでください。ということで今回月見プラネットというのを実況していきました。まあ乙女心と言いますか、なんでしょうね、なんか胸がキュンとなったね。なんかその好きだけど声がかけれない、でも最後その余命宣告されたところでまあね、ちゃんと声かけて、でも好きっていうのは伝えられないから、その宇宙人っていう偽って、うわー、なんかこうなんかもうキュンキュンキュンくるね。キュンキュンっていうのがなんか胸がキュンとなる感じですね。うわ、なんだろう、すごい短いお話でしたが、なんかちゃんと生きよう。はい、ということで今回はこのゲームを遊ばさせていただきました。まだね、分岐点、多分エンドがまだたくさんあと2つぐらいあると思うんですが、そこはもう皆さんぜひぜひプレイして遊んでみてはいかがでしょうか。どうでしたか皆さん。はい、コメントの方もぜひぜひお待ちしております。ということで今回は月見プラネットを実況させていただきました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。